本日はね、リップルが爆上げしたということで、またね、リップルの動画を撮っていきたいなと思います。で、先ほどメインチャンネルの方で、ビットコインの動画、ビットコイン値動きについての動画を撮りましたので、ビットコインは基軸なんで、ビットコインの値動きもしっかりとね、どういうところで入ったらいいのかとか、今の現状を話しましたので、まだね、メインチャンネルの方見てない方はぜひメインチャンネルの方を見てみてください。で、セカンチャンネル早速ね、リップルの方を話していきます。 で今、直近で最高値で、これビットレックのねチャートなんですけども、44円ぐらいですかね、そこまで上がったということですね。まさに予想通りということで、先週からね、30、いくらですか えー、33円ぐらいで、えー、買って、まあ、ちょっと高いかなと思ったんですけどもで逆に30円ぐらいまでもう1回ぐらい落ちるチャンスないかなと思ったんですけどもそれが来なくて、えー、全資金で、ね、ぶっ込めなくて残り1五百万千7 0 0万か、えー、リップル用に取っておいたんですけど、あのー、買えなかったということでもったいなかったなっていう感じですね、うん、でリップルなんですけども、あのー、非常に重要な、あのー なんていうのか節目っていうものを抜けまして、とね、これ日足で見、週足で見づらいですね、これ。うんとね、こうやって見てもちょっとわかりづらいと思うんですけど、うん,うんあ、ここまですれば見やすいかな。こういった形でですね、あの、 えー、これ、日や、週足なんですけども、要は1週間で1つローソク足が形成されるということですね。で、これの週足のトレンドラインですね、加工しているラインを今日ですね、強く抜けたんですね。まあ、ここも抜けたと言えますけど、その後ずるずる落ちてきたんで、でその後に、えー、上に上がったという、ここでまあライン引いても、ぶち抜いているかなって感じなんで、まあ、こんだけ強いね、要線。直近でも、ね、ここの、えー、ぶち抜いたっていう要線よりも、こっちの方が強い、長い太いんで、 まあ大要線と言えるんじゃないかなというような感じですね。冷やしで見てもね、あの直近でこんなに爆上げしたっていうのはないわけですけど、ね、ここも強かったですけど、ね、ここも、ね、トレンドライン抜けたって感じだったんですけどあの、今回の方が強かったということですね。で僕が買ったのは、えー、33円ぐらいですので、すで、えー、に20%とか、えー、利益出てます。だから700万円で買ったので、200万前後ですかね、えー、利益出てるっていう感じです。20何とかなんで、まあ100 9 0から180とかもしくは210とかね、えー、それぐらい行ったり来たり、約200万円ですかね、まあ、それ前後してるんで、えー、数円動けば数十万動くって感じですね。あのー、っていう感じです。ただ本当はぶっ込みたかったんですけどね、ただこういう動きが、あのー、リップリにも全、あのー 来るってうのは分かってた理由として当たり前ですけどもビットコイン上がってるっていう理由でビットコイン上がってるけどもリップル上がってないそして逆にイーサリアムとかビットコインキャッシュライトコインとか主要アルトコインがビットコイン以外のコインのことアルトコインっていうわけですけどそれ以外のコインですねビットコイン以外のアルトコインが軒並み上昇してるとこれイーサリアムです爆上げしてますよねこれ4時間まあ冷やしで見てもいいと思います冷やしで見てこんだけ綺麗に上昇トレンドを作ってるとこの爆上げしてるとで えー、じゃあ、ビットコインキャッシュもこのようにね、爆、えー、上げしてるって感じです。まあ、上昇トレンドっぽくもなってますよね、ここでまあ下がってきて、ここで一旦このあと割るのかなと思ったら、爆、えー、上げしたと、って感じ。で、えー、ライトコインも、えー、ちょっとね、ここ、トレンドライン割ってるように見えますけど、まあ、長期で見た,見たら、なんとなく綺麗な上昇トレンドかなって感じですね。 えという感じで、軒、ま、並、あ、みライトコイン含め、えー、ビットコイン、キャッシュとか、あの主要時価総額ランキング上位のアルトコインが上昇しているので、リップル、その中で上がってないと、まあ、もちろんリップルは有名すぎるっていうのと、すでにみんな買ってるから上がりづらいっていう側面があるわけですよ。で、ね、大企業とかも買ってると。でも、その中でやっぱりね、全,額全資金をぶっ込んでる、その、 で財閥とか、ね、大きな資金を持っている大口なんていないんで、やっぱりこういう下がってきたタイミングで、これから爆上げするっていうタイミングで、先に入りたいっていうことで先に仕込んでたりとか、えー、ここで上がったタイミングとかね、この爆上げ作ったのはやっぱり大口の投資家だったりすると思うんですよ。こんだけ強いね。で、それに今、いなごする人、短期トレーダーとかがいるからこういった爆上げが起こってるって感じですね。で、えー、短期的にこれ15分ぐらいで見ますかね。15分足ぐらいで見ると、こういった感じですね。 こうやって今 40, 40円はもうサポートされてますね。なんとなくね、この辺り、まあ、短期的にですけど、だすぐ終わるかもしれないですけどね、下にスドーンってこうやって揉み合ってもみ合って下にこう前年戻し、もしくはこの、えー、35円とか、ここ35円です。ここラインがね、35円割っちゃうかもしれないけども、えーまあ えー、僕的にはその、そもそも長期投資目線でリップル買ってるんで、でも短期的にね、こう60円一発こう急激に上がったんであれば、即、もしくは100円ぐらいまで上がるんであれば、即利格したいなと思ってます。短期的に上がるんだったら。あと、全玉ぶち込めてなかったんで、あのー、 仮想通貨用っていうかね、リップル用だけに取っておいた1000、2000万ぐらい、2500万ぐらい、全部ぶち込めなかったんで、えー、残ったんですよね、1700万ぐらい。らそれどこでエントリーしようかなってことです。だから、ここは、一発目の700万分は、えー、今、含み益なんで、33円を割るまでは、えー、要は、同年撤退するとか、35円割ったらちょっとね、もみ合ってるポイントですよね。35円割るまでは、まあ、手数料入れても35円割るまでは、持っていたいかなと。 で、一旦終わったら全値撤退する。だからもう一回資金がね、全資金できる。まあ、若干プラス化ってすりれて、まあトントンぐらい。2千何百万ができるということですね。だからそれでもう一回その30何円でうろちょろするんであれば、そこら辺で買って、えー、全額買うか、もしくはまた分割して買って、えー、また爆上げをね、40円とか50円ぐらいまで待つっていう感じでやっていこうかなと。で、この後ね、このまま、えー、ビヨーンって50円とか行くんであれば、どうですかね、その時のビットコインの値置き次第なんですけども、 えー、一旦たん、えー、この700万円分、一旦利確しようかなとかね、もしくは60円ぐらいまでいけば2倍ですから、700万短期的に利益が出るわけですが、それがどこでどうなるかというところですね、ビットコインの値動き次第なんで、ビットコインが爆上げしてて、えー、天井付近っぽいなっていう動きしてたら、ね、ビットコイン、三ン天井とか、えー、ダブルトップとか、もしくはそのバインクライマックスみたいな感じで、もう爆上げして、一気に10万円幅ぐらい上がって、最後ね、ラスト、90万から100万、120万まで上がって、急落して、一気に。 一日のうちに数十万上がって数十万下がるっていうようなチャート。これもあり得ると思うんですよ。そろそろね。結構天井感出てるんで。だからそういうのを作ったら、あの時にリップルがどういうチャートになってるのか、その時にリップルもこう鋭角なこう爆上げしてるチャートで、いつ落ちてもおかしくないみたいな、逆にいつもう少し上がってもおかしくないようなチャートだったら、どうだろうな、伸びきったところで利確したいかなって感じですね。例ええば円円超えてたら60円を えストップライン、利確ポイントにして、えー、逆に70円ぐらいまでいってたらそこでまあうろちょろして、で60円割るんだったら自動的に利確する、差し値でね、えー、したりとか、テイクプロフィットにして、で逆にその、まあ、伸びていって90円とか100円以上いってくれたら、えー、そこら辺をまあ利確ポイントにしたいかなと。えー、短期で3倍ですからね、700万円の3倍だと、えー、2100万円。 で700万が原資なんで1400万プラスですからねただ放置してるだけでプラスビットコインのトレードとかね為替トレードとかもやってるんでえそもそもまあねリップルはあの何ていうのそもそもまトレード目線じゃなくてえ送金目的で買ってるってぐらいなんでねあのおまけで利益出てるって感じなんでまあラッキーかなっていう感じで考えてますまあいずれにせよですねあのもうちょい上がるんじゃないかなと5 6 0円ぐらいまでいくんじゃないかなと思ってますけどね えー、次のね工房ポイントはリップでどこまで上がるのかっていう話ですけど横で見たら分かりやすいかな横も見づらいな週足でねこの後、えー、この辺にしたいと思いますけど週足目線で見ると、えー、過去に、ね、揉み合っていたポイントこれ見づらいですねもし拡大しようかなこうやって見れば ここ,ね、ここ最高値じゃないですけどこれがここで86円だから去年の9月ですでどこが次攻防するポイントかというとえー、やっぱここですね50円を超えるかってい、ね、う一つの節目なんですよでもここのえ高値でブレイクできなかったあとここもみ合ってるポイントで50円を超えてくると60円が目指せるしで60円ぐらいでもみ合ってると50円と60円のレンジになるかなって感じ で60円超えていれば、60円サポートされて、60円がね、ここです。ね。ここを超えていれば、なんとなくここをね、レジサポート転換して、この辺でこう持ち合いそうでしょ。で、また上に行くんじゃないかなって感じですよね。えー、なので、まぁ、50円、60円、そこを超えていけるのかってところで、え値、ー、置きが決まってくる。えー、どういうような、えー チャートパターンになってくるのかっていうところを見ながらね、エントリーしていきたいかなというふうに思います。あと、残りね、玉をぶち込んでいきたいかなと。もと,も,も,ともと3分割してエントリーしたいと言,言ってたんでね、えー、先週の動画見てもらえればわかりますけど。えー、という感じですね。今現状は短期的にこうビヨーンと上がっただけなんで、まあ数日かけてね、こういう感じになっちゃうかもしれないです。数日かけてこうビヨーンと上がった後にこうやって落とされるパターンね。これもあり得ると思ってるんですよ。ビヨンビヨンビヨンって下がって。 でもここが買い場のあるんですよね、結局。ね、下がったら買いたいって人いるから、今ここです、こうビヨーンと上がって。今ここ。なんで、まあ、もうちょいちょっと下がると思うんですよね、数日かけて。短期的に言っても、ここですね、こういうところ。えー、こうやって上がって下がってきて。で僕は多分この辺で多分、えー、買ってるんですよ。で、えー、で、ここら辺で動画上げたら、上がった後、あのー、 お前、リップル上がったけどね、YouTube のコメントなんて、また前年戻しってか、ね、全部下がってんじゃねいかって言った後にこうやって爆上げしてるわけなんで、まあ合ってたかなという感じですね。まあ、あのね、100%当たるとかじゃなくて、どの辺でエントリーして、で、損切りポイントを少なくして、で、利益を取れる幅をでかくするっていうのがトレードの、あのー、とか投資の本質なんで、別にその予測が、あのー、10回中5回とか半分間違ってても、勝率50%だとしてもね、10回中 半分間違ってるとしても、あの資金増えてくるんですありえないぐらい。50%でもいい方なんですよね,あのね。230億運用しているシスさんとか、えー、という方も、えー、勝率3割ぐらいとかって言われてますけども、それでも230億。もともとの資金を、それこそ、え、100万とか、えー、それぐらいだと思いますけど、しかも、100万じゃないな。もっとあったのは数千万、1千万とかあったかもしれないですけども、えー、最初に2年間全然稼げなかったって言われてますしね。でそこからだんだんコツつ,つかんで、少しずつ稼げるようになってきたっていう感じなんで、 だからね、あと、この短期的に、この1ね、数ヶ月で僕がね、1週間で200万とか、持、えー、ってるネットミネスでもう1ヶ月に何千万、何億って稼いでるとかだとしても、やっぱり短期的にはやっぱり無理なんで、やっぱり少しずつね、やっぱり積み重ねて、えー、少しずつ稼いでいくと。で、それでもね、1年、2年やって億単位の資産か作ったりとかできてるわけなんで、えー、僕のね、チャンネル見てる皆さんも、なんていうのかな、 しっかりと、大変なこととかね、難しいことあるかもしれないですけども、難しいからね、他人がやりたくないとか、難しいとかね、困難であろうと思うから、自分ができればそれが価値とか、お金を稼ぐということにつながってきますので、えー、ぜひね、えー、僕の見ている皆さんは本当に、あのー、誰でもやっぱりお金なんて稼げますんで、それこそ世界一の億万長者になったらね、 えー 10, ね、10兆円の資産作るねジェフ・ペゾフさんみたいになるんだったらちょっと厳しいとかね大変かもしれないですけどもそれこそ数億とか、えー、数十億なんてね、えー、もしくは数百億なんていうものはもう,、えー、もう誤差なんではっきり言ってもう誰でもなれるって僕だって本当にそれぐらいですけどあのー、ね知り合いなんかみんなそれぐらいですよ若い人とかでも、えー、だし年配の人でもそうだしね 年配の人だと60歳ぐらいで50億円とか、えー、支払いとか持ったりとか、結構いますからね、日本人の方でも。うん。なので、あのー、少しずつね、えー、ふくっていう言葉ありますから、ね、えー、年間増えた金額をまた運用して、どんどんその元本に組み入れて、どんどん増えていく、えー、っていうことをすればね、全然投資とかであれば無理じゃないんじゃないかなと。ビジネスでも無理じゃないと思いますし、投資でもね、まあ、何やっても一緒ですね。リス、あのー 確かにでも流行に乗るってのは大事だと思うんですよ。仮想通貨とか。うん。新しいから、やってる人いないからね、あんまり、あの、いるけど、やっぱり、あのー、あまり分かってない人とか多ければ、その分やっぱりね、値動きってもテクニカルとかは、えー、機能しやすいんで、より簡単にね、えー、分かるんじゃないかなと。やっぱドル円の方がね、今は本当、ふんわしベースで見たらね、ビットコインとかのチャートの方がすごい分かりやすいですよね。えー 三角持ち合い上を上抜けたらそのままロングとか、下抜けたらショートとか、そんな感じです、本当に。教科書通りに動いてえいます。だけど、ビドル編とかね、ダウとか日経大暴落してからの急騰、急反発みたいな、あんなん取れないですよね。まあ、そもそもエントリーしてないですけども、あの、わけわかんなすぎるっていうかね、米中貿易戦争みたいなね、貿易摩擦、えー、みたいなものとかも起こってますしね。だから、そういうところで、あのー、 でも、しょうがないですよ、最初、それがわけわかんない。僕もだから日経とかダウが今この動きしてますけど、ね、読んでてやできれば、えー、まあ無理かな。<laughs> いくら何十年やっても無理な寝起きしてますけど、でも、ね、でも、将来的にできるようになってくると思うんですよね、僕もね。あのー、 やるかやらないかって問題になってくると思いますけど。でも、あの、やっぱ2年ぐらいね、投資とかトレード、仮想通貨とか勉強して、えー、ね、こんだけ、えー、なんていうの リップルが上がるとか、えー、ビットコインがどういう動きするとかね、えー、テクニカル分析でこういうチャート形状してるから、ここでロング、ショートをね、買ったり売ったりっていうことを繰り返していたりとかできるっていうのは、やっぱり大きな成長かなと思いますんで、えー、ぜひね、えー、このチャンネル見てる皆さん、動画見てる皆さんも、えー、少しずつね、僕のチャンネルとか動画見てもらって、勉強してもらってね、えー、少しずつ稼げるようになってもらえればなと思います。ということで、えー、今回ね、リップルの分析というかね、ちょっとわかんないです、この後は。うん。 マジでわかんないですね、これは。もう無理っすね。誰にも予想できない。うん、ただ言えるのは、えー、30円35 0円3円以下ですね。こ,この35円以下で買ってる人は、えー、35を割るとかね。えー、であれば、一旦その36、7円ぐらいの,その、ね、こう急落とか見て、えー、35円とかね。ガン え買った金額よりちょっと1円2円上で一旦その全部利確した方がいいですね。で、それでまたはそこまで来なくて、買った金額よりも上でまた上に目指していくんだったらそのタイミングとかね、チャート形状で上昇トレンドここね、そこでそこねでこう上昇トレンド作ってるとか、こういう感じで上昇トレンド作ってるっていうのを見て、いでエントリーするっていうのはいいと思います。なので今直近でね、こんだけ急騰してますけど、この段階ではもう無理ですね。一旦下がって40円割ってくるかもしれないですけどね。 ただ今、僕的には33円で買ってますんで、大幅な含み益ですので、ちょっと放置したいかなと思いますね。あと、戻しても今弱いんで、これ実際どれぐらいかな。うんと。これ、なんか、あ、チャート。ですね。 今ね、この爆上げの起点からそのフィボ引くと、まあ、50%戻しまでいってないんですね、うん、か若干まあ50%ぐらいですね、えー、なので、まあ、まだまだ戻し弱いんで、で50%あたりで急反発して上いってるってことは、えーまあ、上なんじゃないかなと思いますね、強いその下落の場合はね、あの50%を一気に割ってくる可能性の方が高いんで、まあ、このあと、ま、もう一回ね、その40円割る、だから40円はキーですね。うん 短,えー、短期トレード目線だとね。まあ、ちょっと明日、明後日に、ね、は変わっちゃうかもしれないですけど、短期的にはまあ40円割るまでは、えー、買い目線でいいんじゃないか。短期トレードだったら40円まで下がったらもう一回買いでいいと思いますね。えー、っていう感じですかね。ただ、うーん、どうだろうな。まあでも、今、そのね、まだリップル買ってないとか持ってない人は今買うべきではないと思いますね。うん、ビットコイン同様。ガチショっていうか、えガチショじゃない。あのー、 取引所とか仮想通貨取引所に本人確認して、もうお金を入れておくで。いつでも仮想通貨買える状態で、えー、数週間から数ヶ月放置でいいと思います。まあ、お金入れてっていうのはまだ後でいいと思いますけど、うん。今現状はね、買い時じゃないんで、まあ放置でいいかなっていう感じですね。うん。あのね、こういう急騰したから買うっていうのは、あのー、やけ死ぬ可能性があるんで、あの、大きな損失食らう可能性があるんで、あの待った方がいいです。 うん、しっかりとチャートパターンとかチャート形状をしっかりするまで。ね、ここで言ったら、こう爆上げしたけども、えー、こういった感じで加工トレンド作ってるって見たら、えー、それがこう抜けるまで待つってことですね。で抜けてきたあたりです。買うっていうところ。 まあその辺とかもあの僕のセカンドチャンネルの動画でトレンドラインとかね、セカンドチャンネルホーム画面の方にありますんで、そっちらの方をね、見てトレンドラインとか、加工トレンド、上昇トレンドってどういう状態なのかっていうところもね、見てもらえればわかるんじゃないかなと思います。それでは、今回の動画は以上になります。ぜひね、今回の動画が良かったらどうもます。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。 あと説明欄の方に僕の LINE アットがあります。LINE アットの方に登録していただくと、えー、仮想通貨、そして FX、えー、為替ですね。ドル円とかの為替の FX の、えー、トレードマニアの方をプレゼントしてますので、まだ LINE アットに登録してない方はぜひ LINE アットに登録してみてください。それ以外にも、えー、メルマガ、Facebook、Twitter、Instagram、あとメインチャンネルの方もやってますので、ぜひ下の方からね、説明欄の方から登録していただけると嬉しいです。それでは今回の動画は以上になります。ご覧いただきありがとうございました。